ヘンリー・ジャクソン・バンダイク・ジュニアは、アメリカ合衆国の作家、教育者、外交官、聖職者である。バンダイクは1852年11月10日に、ペンシルベニア州、ジャーマンタウンで生まれた。父のヘンリー・ジャクソン・バンダイク・シニアは、ブルックリンの長老派協会の聖職者で、反奴隷制度廃止運動家として知られていた。一族のルーツは、1652年に、 オランダから北米に移住したヤン・トマッス・ファンダイクに遡る。バンダイクは1869年にポリープレップカントリー・デイスクール、1873年にプリンストン大学、1877年にプリンストン神学校を卒業した。1899年から1923年までプリンストン大学で英文学の教授を務めた。 彼の影響を受けた学生の中には、後に旅行作家となる、リチャード・ハリバートンがいた。バンダイクは、長老派協会で、初めて印刷版となった1906年の祈祷書の、執筆委員会の委員長を務めた。1908年から1909年にかけて、パリ大学の講師を務めた。カリフォルニア州、リバーサイドのルビル・サン・サン町での、 イースターサンライズ礼拝で祈りを捧げる、ヘンリー・バンダイク・バンダイクの友人で、同級生だったウッドロー・ウィルソン大統領の指名で、1913年に、オランダとルクセンブルクの大使に就任した。就任後間もなく、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発し、ヨーロッパ中のアメリカ人がオランダに避難した。大使としての経験は浅かったが、バンダイクは、ヨーロッパにいる。 アメリカ人の権利を維持し、彼らを救済するための仕事を組織的に行った。後にこの時の経験と認識を1921年の著書プロパトリアにまとめている。バンダイクは1916年12月初旬に大使を辞任し、アメリカに帰国した。その後、アメリカ芸術文学アカデミー会員に選出され、その他多くの栄誉を受けた。ヘレン・ケラーは、 バンダイクの友人だった。ケラーはバンダイクについて次のように書いている。バンダイク博士は人が困難な問題に直面した時にもつべき友人のようなものである。誰かのため、あるいは自分が興味を持っている大義のためであれば、彼は昼夜を問わず、老を惜しまないだろう。バンダイク博士は言う。私は楽観主義者ではない。 世界と私の中にはあまりにも多くの悪がある。私は悲観主義者でもない。世界と神の中にはあまりにも多くの善がある。だから私はただの改善主義者で、神が世界をより良くしてくださることを信じて、自分の力を尽くして、それがもっと良くなることを願っている。1九百十年四月十三日にニューヨークのブリック長老派協会で行われたマーク・トウェインの葬儀は、 バンダイクが司祭を務めた。バンダイクは1933年4月10日に死去し、プリンストン墓地に埋葬された。ヘンリー・ファンダイク、a バイオグラフィーというバンダイクの伝記が、息子のターシャス・バンダイクによって1935年に出版された。ハリー・フェンによる、アウト・オブ・ドアーズ・イン・ザ・ホーリーラントの挿絵版、ダイクの著作物の中で最も知られているのは、 二つのクリスマスに関する物語、もう一人の博士とザ・ファースト・クリスマス・ツリーである。リトル・リバーズやフィッシャー,アーマンズ・ラックに収録されたシア・サンビカ・エッセイにも様々な宗教的テーマが表現されている。1907年、ベートーベンの歓喜の歌に新たに英語の歌詞をつけて、ジョイフル・ジョイフルというサンビカとした。ノバーリスが最初に導入したロマン主義の重要な 象徴にちなんで名付けられたザ・ブルー・フラワーにいくつかの短編小説を編纂した。また、共同執筆した小説ザ・ホール・ファミリーにも一、章を寄稿している。バンダイクの最も有名な詩の一つにタイム・イズがある。友人のスペンサー・トラスク、カトリーナ・トラスク夫妻の家の庭の人系の碑文として作られたものであり、ホー・カトリーナ・エッサン・ディアルとも呼ばれる。以下に掲げる。 この詩の第二部は、ダイアナヒの葬儀で読まれた。タイムイズトゥ t スローフォーゾーズフューウェイト、トゥースウィフトフォーゾーズフューフィアー、トゥーロングフォーゾーズフ h ーグリーブ、r t h ショートフォーゾーズフ c ーリジョイス、バッ h フォーゾーズフ o ーラブ、タイムイズノット。時は、待つ者には遅すぎ、恐れる者には早すぎ、悲しむ者には長すぎ、喜ぶ者には短すぎる。しかし、愛する者には、時はそうではない。 情景のものはオリジナルの形であるが、ノットをエターニティとするバージョンもある。アメリカのバンドイッツアビューティフルデーの1969年のデビューアルバムイッツアビューティフルデーに収録された曲タイムイズマーク r g m の2009年の曲タイムはこの詩からインスピレーションを受けたものである。2001年9月11日の アメリカ同時多発テロ事件のイギリス人犠牲者のために2003年に混流された追悼碑にはこの詩の情景の部分が刻まれている。この詩はボブ・ジョンソンの2013年の小説チャイルド・オブ・タイムのエンディングにも使われている。チャールズ・スクリブナーズ・サンズ社は1920年に全16巻のバンダイク全集を出版した。長老派歴史協会では 1875年から1931年までのバンダイクの説教、メモ、演説を収録している。このコレクションには2つの電気エッセイと1912年に書かれた詩も含まれている。ありがとうございます。